こんにちは、速稼塾の久保です。今回は生活保護につきまして動画でレポートをいただきました。一般公開動画で返信させていただきますので、プライバシーに配慮してですね、一部のことしかちょっとお話しできませんけども、ただ全体的にですね、私の感覚なんですけども、生活保護費は地区に差はあれ15万円前後が受給できるということで話は聞きました。で、この15万円っていうのを基準にして何かでね、働いて収入があったりとかいろいろあったら、そこから差し引いて、自力で稼いだ分と支給される分を合計して15万程度にこう釣り合うようにしているということですよね。まあ根本的にですね、家賃ですとか医療費のこととかあると思いますけども、現金現玉15万で、まあ、あの大の大人にね、最低限のその暮らしを送れと、文化的な暮らしを送れっていうのは私はやっぱり無理だと思いますね。まあ、無理と言わなくてはならないと思います。15万で無理して切り詰めて工夫するのも悪くはないんですけども、いやでもね、20万なり25万なり30万あった方が、多分生活保護で暮らしている方とはいえどもね、例えば趣味の DVD 買ったり釣りに行ったり温泉を楽しんだりとかね、してもいいと思うんですよ。今はとてもなかなかできないと思いますけども、お中元やお歳暮っていう日本の代表的な習慣、遅れてますか？だからこれはね、あの贅沢でも何でもないというところを主張しにくいと思うんですよ。でも私はなんとかそこをね、主張していただきたいし、そうではない私の立場から代弁していきたいなと思います。新生活保護っていうのはそういうのも込みです。あのみだりにね、無駄遣いをしろとか、なんかパチンコや麻雀をしてね、あの無駄金使えってことを奨励するわけではありませんけども、いやそれにしてもね、まあ、月収15万20万の人でも別に趣味で麻雀パチンコぐらいしますよ。それを自力で稼いだからどうこうとかね、生活保護として支給されてるから自由を制限するとかっていうのは、これは基本的人権の尊重にも反するんじゃないかなと思うんですよ。それがどんな理由であれね、自分の手にしたお金は違法なものでない限り自由に使うことが許されてると思いますけどね、私はね。よく言われる話なんですけども、これね、どう思うかちょっと今度ねコメントいただきたいんですけども、あの動画を送ってくださった K さんあのコメントいただきたいんですけども、私はやりませんけども、あのパチンコや麻雀とかね、競艇、競輪、こういったものがあるじゃないですか。生活保護を受け取った人がこれ使うのはどうなんですか、良くないんですかね。私はね、最初はね、良くないんじゃないかなと思ってたんですけども、考え方を変えてね、広い視点で見ると、じゃあ自分の好きなね、あのアイドルさん40とか50代になって、あの若い女の子がステージで踊ったりね、歌ったりする姿が好きで、そうコンサート行ったり DVD 買ったりとかね、それに使うのはどうですかと思うんですよ。それは別に文句言われたことなんかあんまりないと思うんですよね。いわゆる秋葉系にお金をつぎ込んで生活保護なのにそういうことを使った人に対してね、なんかあんまり怒られてないような気がするんですよ。どうなんですかね、これはね。あとは生活保護費で15万ぐらいで暮らしてると、やっぱ高級食材っていうのはなかなか扱えなかったりするんで、食品とか結構ね、粗末なものになることもあると思うんですよ。じゃあそれを原因にして体を壊して、結局医療費がかかっちゃった、その医療費もまあただなんだよっていう、なんかこういうふうなことがぐちゃぐちゃになってね、結局はそこから抜け出せないような形になっていて、何なんだろうなと思っちゃうんですよ。私はね、だからこういろいろ話しましたけど、どちらかというと生活保護を受けられてる方の中にも素晴らしい人生を送っていらっしゃる方とかね、ものすごくビッグな大器晩成になるポテンシャルを備えてる方も絶対いると思うんですよ。その可能性あると思うんですよ。でも今の生活保護の中に押し込められたら、その持たれたね、能力も発揮せずに終わってしまう可能性が非常に高いと、こっちの損失の方がでかいと思うんですよ。でもっともっとね、現実的なこと言っても、生活保護の方が15万円のまあいわゆる所得を得てるとしますよね。収入があるじゃないですか、今生活保護費という支給が。この15万円を使うことと30万ぐらいを使うのと、どっちが地域の経済に貢献するかですよね。で、私は単純に生活保護30万もらった方が、今に加えて15万プラスアルファでお金使ってくれるわけじゃないですか。それこそ車に乗るかもしれない、車は今所有が認められてないかもしれませんけども、所有 OK にしたら、じゃあ自動車産業はその分だけ売り上げ上がるわけですよ。自動車産業ね、メンテナンスもあるし、ガソリン代もあるし、
車を買ったらね、もしかしたらなんかドリンクホルダーつけるかもしれない、いろんな飾りをつけるかもしれないでしょ。ソファーも買ったり、ソファーっていうかね、シートを買ったりとかね、あ、座布団みたいなやつ、いろいろあるんです、そういったものが。それによって経済またね底上げされると思うんですよ。結果今、例えば今自動車の例でしたけども、自動車関連で働いてる方が売上が上がって給料が上がるから、そういう方はあの何、生活保護に行く可能性が減るんですよね。私はそういうふうに思っちゃうんですよ。今食品とか飲食業界結構きついと思います。その中から生活保護に行く人もいるかもしれません。もうやっていけないや、これじゃあこの収入じゃやっていけないみたいな形でね、飲食店の経営者さんとか飲食店で働いてらっしゃる方が生活保護に行くことも考えてるかもしれないですよね、特に今の時期。でも現状生活保護の方が毎月毎月外食をするようになったらね、今あまり外食されないと思いますけども、例えば収入がじゃあ外食補填費とか言ってね、月に5万円プラスになったら、その5万円が外食産業に回るわけじゃないですか。そしたら外食産業にいる方が生活保護に行く可能性が減ると思うんですよ。で結果どういうことが言えるかっていうと、今生活保護の方をもっと豊かにすることによって、支給額を増やすことによって、これ以上生活保護になだれ込んでいく人も減るんじゃないかなっていう面もあるんですよ。で言い分はあると思います。生活保護の支給額が増えると、一生懸命働いてた方がバカバカしくなって生活保護に行っちゃうかもしれないでしょっていう反論ありますけども、そういう人は行けばいいじゃないですか。別に何が困るんですか、それは。脅しのようにそういうこと言う人いますけどね。その生活保護を受けるかどうかは選択肢の話であって、あの働いていることがバカバカしいって感じるんだったらね、それは働かない選択をすればいいと思うんですよ。でもそんな単純なものではないと私は思います。働くってことは収入のためだけじゃないんですよ。その職場で得れる経験とかね、人間関係とか、その職場の周りに、例えば休憩時間にちょっと飲食店ね、職場の近くの定食屋に行った、そこで生まれる縁とか、おいしいなとかって気づきとか、あ、この仕事はこういうふうに行われてるんだっていうふうな、なんか裏側とかね、例えばコンビニ弁当の工場に行っても、あ、すごいあの無菌管理されてるなと、安全だなこれはっていうふうに確認して、その仕事の素晴らしさに気づくかもしれないんですよ。でそれがまたね、 YouTube のネタになったり、なんかのヒントになったりとかっていうふうな知恵の連鎖を起こすこともあると思うんですよね。だからね、なんかとりあえず今のまんまでいいかって言われたら生活保護良くないと思います。だから生活保護を新しくする必要があると思います。それは支給額っていう風な単純なものではなくて、生活保護を受ける方のね、肩身の狭さっていうのも払拭しないといけないし、何よりもね、生活保護に落ちたって言い方する方がいるの、これ何が落ちたんだと生活保護ってそれほど虐げられるものなんですかということですよ。もっと言えばね、生活保護に行かざるを得ないような社会基盤の体制のなさ、これに対して私たちは怒りとか不満をぶつけるべきなのに、生活保護を利用した人にあまりにもね、差別的な思想を持ちすぎるんじゃないかなっていうところまで思うんですけどもね、どうなんですかねこれはね。まあ様々な考え方がある中で、私は生活保護を受けてようと、上場企業の役員だろうと、大差はないと思いますよ。うん。でも大差があるとしたら、上場企業の役員さんは偉くって上級国民で、生活保護の方はなんかようわからん、もう麻雀するな、パチンコするなみたいなね、とりあえず攻撃しときゃいいやみたいな中間層の思考が歪んでると思いますね。中間層って言ったらね、また幅が広いですけども、いわゆる普通の人っていうかね、なんというかな、上級国民でもないし生活保護を向けてないような人が一番自分の義務に目を向けずに権利だけを主張してるんじゃないかなと思ったりね、思わなかったりする、お前が一番だって言われそうですけどね、私でございます一番悪いのは、はい、じゃあね、今回はそんなところですかね。またレポート送ってください。ありがとうございました。